龍が如く7、前回に続きプレイしていきましょう。さて、今、泡しかまとってない男を商店街の福山に連れていくという話になったところからですね。なんでだよ。仕方ねえな。連れてってやるよ。本当ですか？ありがとうございます。あんたに水がかからないように洋服屋につけばいいんだろ。はい、よろしくお願いします。あ、僕は阿波野と申します。俺は春日だ。じゃあ捕まる前にさっさと服買いに行くか。名は体を表すって感じだな。こいつに水がかからないように気をつけて歩かないとな。え？どうすんの？まあこれはこいつがついてくるのすげえやだ。ん？あ、こういきゃいいのか。水がかからないようにとってそんな普通に歩いてんじゃん。別に俺いなくてよくない？あ、水巻いてんな。すごいな。すごい勢いで巻いてるな。遠回りすれば全然いけるか。こっちでいいのか？こっちでいいのか？人めちゃくちゃ通ってんのに水巻いてんな。打ち水とかってね、土んとこにやんないと意味ないんだよね。消防のあれ何やってんの？マジで何やってんのあいつ。え？本当にあいつは何をやってるの？何の仕事をしてるの？仕事なの？戻っていいか？いいか。あ、ここか。夏山。青山みたいな感じ？なんとかすっぽんぽんになる前に洋服屋にたどり着けたな。水かけてもよかったな、一回。ありがとうございます、春日さん。じゃあ早速買ってきますね。おう、行ってこい。待ってて、おばあちゃん。ここも敵になんない、大丈夫？あの格好で店に入って大丈夫なのか？え？キャー、変態！出てって。待ってください。僕はただ服を買いに来ただけで。やっぱりこうなったか。春日さん、何度か誤解を解いてください。このままだと僕捕まっちゃいます。せっかくここまで来たのに。最後まで世話の焼きでやつだな。なあ。店員さん、こいつなんだかな。うん、ただの変態だ。なあ。ただの変態だな。はい。ですよね。やっぱり早く警察呼ばないと。ちょ。ちょっと春日さん。ん？なんでここまで来て裏切るんですか？違うでしょ？悪かったな。ああ、すま。改めてお前の姿を見たらつい。勘弁してくださいよ。あれ。実はな。なあ。店員さん、こいつなんだかな？ソープ帰りなんだ。許してやってくれねえか？説明が足りなさすぎる。ソープって、別にその人がどこで何をしても勝手ですけど、裸のまま外に出たりはしないでしょ？どう見ても変質者じゃないですか。確かに。春日さん、納得しないで。すまねえ。あ、いや、悪い。実はな。なあ。店員さん、こいつなんだかな？やむにやまれぬ事情があるんだ。そこを説明しろ。事情？そうだ。ああ。実はこいつのおばあちゃんがさっき倒れたらしくてな。その時、風呂に入ってたこいつは、その連絡を受けていても立ってもいられず飛び出してしまったらしいんだ。おばあさんが。ああ。だから今は何も言わずに、服を売っちゃもらえねえか。財布持ってんの？お前。早くおばあちゃんのいる病院に連れて行ってやりたいからよ。わかったわ。わかりました。そういうことならこちらでどうぞ。真剣な顔すりゃ意外と信じてもらえるもんだな。の似合ってんじゃん。春日さん、無事に服を手に入れることができました。あ、よかったな。そういえばお前金持ってたのか？すっぽんぽんだったろ。泣きながら服を選んでたら、店員さんが同情してくれて付けにしてくれたんです。そうか。それじゃ、このご恩は一生忘れません。じゃあ、おばあちゃんに会いに行ってきます。ああ、行ってこい。走れ。ばあさん無事だといいな。
急に3人に囲まれるとちょっとびっくりするな。この辺ちょっと一回行ってみる。バイトヒーロー試してみたいよね。バイトヒーローじゃないやつをやったもんな。どちらまで行かれます？ここの。それでは。金かかるけど移動楽でいいな。あれか。見るからにでけえやつがいるな。これか。だから私は何を取ってません。言いがかりをしてください。バイトヒーローの人間はまだか。確かバイトヒーロー .com の依頼人だよな。どうするか。うん？報酬品、パフォーマンス、ギター。ギターくれんの？泥棒扱いされた挙句に荷物を見せると絡まれています。立体駐車場のあたりで絡まれています。だから助けて。僕は本当に何も取ってないんです。信じてください。骨が折れそうだな。バイトヒーロー .com の人間の登場だぜ。そんなら、俺が依頼人の持ち物を改めてやるよ。取られたりしてたらたまったもんじゃねえからな。てめえ、俺が荷物をぶんどるっていうのか。生意気な口を聞けなくしてやるぜ。煙かけられるのすごい嫌だな。おお。盾持ちか。ハンドバッグ、ボクサーサイズでいっか。へいへい。おらおらおらら。メガスイング。はい。よいしょ。はい。はい。オッケー。シュランの戦士、木下。またいい女になっ。ありがとうございました。来てくれなかったらきっと荷物を渡してました。また何かあったら頼みますね。荷物改めた？任務完了。パフォーマンスギターっていうのはミュージシャン用の武器。ミュージシャンいないからな。っていうか転職もやっぱできるんだな。ん？なんかここ何？見る。ザリガニだ。ん？なんだこれ。ザリガニ。え？ザリガニじゃねえか。なんでこんなとこに。川から上がってきたのか。めっちゃ威嚇しとる。このまま車に轢かれるのもあれだし、戻してやるか。そんじゃ元気でなっと。おい。わしのナンシーが。え？え？ナンシー？ああ、もう姿が見えん。愛しのナンシーが行ってしもた。おい、もしかして今のザリガニあんたのか？ああ、あいつはわしが手塩にかけて育てていたザリガニのナンシーだ。適度な運動が大切なんでな。たまにこの辺りを散歩させておったんじゃ。ナンシーはわしにとって希望とも言える存在じゃったのに。ナンシー、悪かったな、じいさん。まさかあんたが大事にしてたザリガニだなんて思わなかったからよ。もうちょっと近くにいろよ、それなら。あんたも悪気がないのは分かってるよ。それに目を離したわしもいけなかった。もうナンシーの姿はどこにも見えん。残念じゃが諦めるしかないようじゃな。残念じゃがで諦めれんの？じゃあわしは帰るとするよ。え？いいの？あんたも気にせんでくれ。ザリガニナンシーで名前までつけてあのじいさんの大事なベッドだったんだな。ちょっと待ってくれ。あんたのナンシー俺が捕まえてくるぜ。どうしても気になっちまうからよ。ん？そう言ってくれんな嬉しいが、できるかな。まあやれるだけやってみるさ。そうか、では頼むとするかの。わしはホームレスの海老原っちゅうもんじゃ。もしもナンシーを見つけてくれたら桜川通り沿いに来てくれ。だいたいそこにおるでな。
わかった。俺は春日だ。ナンシーを捕まえたら連れて行くぜ。でも誰がナンシーかなんてわかんないよ。背中にある大きなバツ印の傷跡が特徴だ。わかりやすいな。頼んだぞ。なんでこの人ちょっと軽いんだろう。わかった。まだ遠くには行ってないだろうし、下流の方を探したら捕まえられるかもな。この川さらうの。いえ。それは、それはどうかな。そいつはどうかな。ザリガニのナンシーを探せ。こっちもバイトヒーローあるんだよな。あんたが春日さんかい？ヒロさんから話は聞いてるよ。バイトヒーロー .com さんからの依頼の調達依頼や討伐依頼に関して私も報告してもいいんだよ。よろしく頼むね。あー。報告？まあいいか。とりあえずこっちの方行ってみよっか。ここにナンシーが。この辺結構ザリガニいるな。ここに海老原のじいさんが大事にしてたナンシーがいるかもしれねえ。ちょっと探してみるか。そんな上がってくることあんのか。一人称視点をこんなことに使うのか。これか？違うな。四角だもんな。丸。ロストジャッジメントっていうか、あれでもあったな。三角、四角、どうせ一番奥だろうっていうので、いるけど、あ、いなくね？お前か？これは。もう違うよな。いや。これ全部調べないとダメか。なんだ？いや。いるか？これか？絶対違うでしょ？いや。手上げてるし、こいつっぽい気はするんだけどな。罰じゃないよね、これ。いや。傷だもんな。これ丸だもんね。なんだ？いや。全部調べないとなんかダメな。あ、お前か？お前っぽい。お前だ。これか？こいつがナンシーだったはずだ。もう×印のあれだけで言ってるけど。ナンシーね。あ、そうだ。調べるだけ調べとこう。どちらまで行かれますか？そうですか。そうですよ。よし。炊き出しよ。暑いから気をつけてくださいね。お、ホームレスの人向けの炊き出しか。本当にありがてえよな、これ。おい、あんた、炊き出しってのはな、ホームレスのためのもんなんだよ。は？いや、別に俺はもらいたいわけじゃねえよ。あんなに見てて知らばっくれんじゃねえ。待てって、違うって言ってんだろう。寺門さん、そこまでにしといた方がいいって。お腹が空いてイライラする気持ちもわかるけど、それより炊き出し並びましょうよ。このアマちゃんが。炊き出しってのは俺たちの生命線だろ。おい、落ち着けって。ああ、元はといえばてめえのせいだろうが。危ない。うわ、いい人だ。おい、大丈夫か。
邪魔しやがって。今度こそ行くぞ。こんなとこで揉めるなよ。おい来た。まあ、ちゃっちゃと潰すか。何が効くんだろうなこいつ。燃やしとくか。弱い。ホームレス基本的に弱いよな。このゲーム。おい。大丈夫か。お。ここは。かばってくれてありがたいけど、あんま無茶すんなよ。あ、そういえば寺門さんは。あ、ごめん、のした。あんたが倒れてた後も切れててよ。ねえ、悪いがおとなしくしてもらったぜ。ああ、やっぱこうなっちゃったか。寺門さん、悪い人ではないんですよ。ただ最近ホームレス以外でも炊き出しをもらおうとする人が多くて。その目的かわからん。なんで。それで必要な人に行き届いてなくて気が立っていたんだと思います。すみませんでした。本人に代わってお詫びをさせていただきます。ご迷惑をおかけしました。そういうことだったのか。ま、事情は分かったよ。なあ、ところであんたは炊き出しをもらわなくていいのか。お、あ、そうだった。早くもらいに行かないと。いやあ、よく食いそびれてよかった。最後の一杯だと思うと格段にうまく感じるぜ。ああ、ごめんな、俺のせいで終わっちまったみたいだな。まあ仕方ないです。でも寺門さんの分は確保しておきたかったな。ん？おにぎり、よければこれ食べてください。ん？皆さんが揉めてるのも見えてたのに、私怖くて何もできなくて。その代わりというわけではありませんが、このおにぎり召し上がってください。おにぎりか、よかったじゃねえかな。ん？おい、どうした？あ、はい、ありがとう。いえいえ、私白川って言います。またここで炊き出しをすると思うので、お二人ともお待ちしていますね。いや、春日はいかんよ。はいはい。まあ、いや、俺はホームレスじゃ。それじゃあ炊き出しって俺見たことないな。あんまでかい公園とかそういうのに行かないからかな。飯確保できてよかったな。あと、そういや、名前聞いてなかったな。おい。おーい。お。あー、すいません。名前ですよね。黒井って言います。黒井か、俺は春日だ。あの子が来てからぼーっとしてどうしたんだよ。まさか折れちまったのか。なんでな。お、え、どうして分かったんですか。マジか。おいおい、マジかよ。冗談のつもりで言ったのに、一目惚れってやつか。あんな風に女の人に優しくされたことなくて、それでその心を奪われてしまったというか。あの春日さんは恋愛経験豊富ですか。春日はどうかな。豊富じゃないよね多分ね。なんだよ突然。僕全然恋愛経験なくて、しかもこの年で食どころが家もないし。でもこの思いをなかったことにしたくないんです。これが僕の初恋だから。へえ。だからお願いします。僕の恋のキューピッドになってくれないでしょうか。恋のキューピッドって、うん、俺もそんなに豊富ってわけじゃねえけど。まあでも分かったよ。どこまで役に立てるか知らないけどな。ありがとうございます。いいんですか。ありがとうございます。けど今はそいつを運んでやりな。ああ、そうですよね。それじゃあ今度お会いした時は頼みますよ。それじゃあ寺門さん行きますよ。この恋を成就させるのは相当厳しそうだが、あいつが納得できるまでは付き合ってやるか。優しすぎるだろう。なかなかな。
ホームレスだとね、厳しそうだよな。よし、もらっとくか。あ、終わっちゃった。回復アイテムが。はい、ということで、じゃあこれ一旦区切りましょう。それではご視聴いただきましてありがとうございました。よければ次回もよろしくお願いいたします。いや、